どうもこんにちは、キャンバスゴルフの永井です。今回はですね、ドライバーの高さがうまく出ない、その原因についてお話をしていきたいなと思います。または今回の話の流れでいくと、天ぷらが出る方も当てはまるのかなとは思うんですけども、主に低くなっちゃう人という想定でちょっとお話を進めていきたいなと思います。ドライバーで、そんなにアイアンと大きく変えてるって人、いないと思うんですけど、多少構えがね違うとかそれぐらいだと思います。で、せっかくこうある程度ドライバーのスイングを覚えたらいいんだけども、なかなかこう周りのみんなと同じぐらい高さが出ないという方も結構ね多いんじゃないかなと思います。で、その原因のうちの一つをちょっと今日はご紹介したいと思うんですけど、ドライバーを構える時の一つのポイントとして多分絶対上がるのがボールの位置ですよね。アドレスの位置に対して、アドレスの位置、足の幅に対して少し左寄りに置きましょう。これが通説というかだと思います。なので、こういう構えになるとね、大体スタンダードなんですけど、結構多いのが、こうざっくり構えた後にで、ヘッドの位置だけ後から合わせようとすると自分がこうやってきちゃうんですよね。ここで構えて右足だけ開いてこうやると自然と少し体も傾いてですね、いい感じになるんですが、なんかこうざっくり構えて、で、ボールは左だからよいしょってこうやると自分の体がこっちにこう傾いたりとか、丸ごとこのまま左にこう来ちゃったりするんですよね。そうすると何が起こるかっていうと、せっかくこの元々の構えの狙いっていうのは最下点がこの辺 でちょっとアッパーになったところでボールを捉える、その意味があるのに自分がこっち来ちゃいますから、もう嫌でも上から当たってしまうので低いライナー系のボールになってしまうということですね。で、この時、フェースがおおむねまっすぐ向いてれば面のどっかに当たってライナー出るんですけど、この時あまりにもこうアイアンみたいにフェースが下向いてるみたいな感じで、要は入射角がかなりきついでいきますと、どうしてもこの上っ面の方に当たって天ぷらも出る原因になります。なので、ドライバーで天ぷらとか、ボールが低いとかそういった悩みがある場合はまず構えからちょっとチェックしてみるといいかなと思うんですけども、本当に普通の構える手順でいくと、まず自分の足をだいたい揃えて、その正面にこう、ヘッドがフェースが来るようにしますと、でそこから、ちょっと左足のつま先を開いて、左足の位置は変えずに右だけこう開いていきます。そうすると自分の上半身も一緒にちょっと動きますから、ちょっとこうボールを右下から見るような形になります。ではこれで OK です。はい、この辺りですね。でこの時ちょっと体が傾く分、勝手に少し右に体重がかかります。なのでスタートの段階で例えば6-4とかそれぐらいだったらまだいいかなと思うんですけど、これがあんまり行き過ぎて8-2みたいな、右8左2みたいにこうなってくると、打てなくはないと思うんですけど、ちょっとアッパーがきつすぎたりして、右肩が下がりがちでダフったりとかっていうことも出てくるので、ちょっとここの度合いっていうのは加減があります。なので目安としては6-4が限界じゃないですかね。で6-4ぐらい、ちょっとこれで5-5ぐらいの感じ、これで6-4ぐらいの感じ、はい、ということで、スイングは結構綺麗なんだけどボールがこう思うように上がらないとか、変な方向行くとかいう場合はですね、多くの場合は結構アドレスに原因があったりもしますんで、その辺一度ちょっとチェックしてみるといいかもしれません。キャンバスゴルフでは無料でスイング分析や、遠方の方のためのビデオレッスンなどもやっております。興味がある方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。また、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。以上、ありがとうございました。
ー。